俳優船越英一郎との泥沼離婚騒動の渦中にあるタレント松井和代について暇なんじゃないかと推測した。松井は1年5ヶ月にわたって尾行されているとブログで告白したことから始まり、その後は YouTube 動画を公開して夫の船越が不倫をしているなどと独白し、世間を騒がせている。松本はフジテレビ系ワイドなショーで共演経験のある松井について、真面目な人っていうイメージ、間違ったことが嫌い、正義感が強い人なんやろうなってと印象を述べつつ、でもそのベクトルが今変な方向に行ってて、こういう言い方するとあれですけど暇なんじゃないのかって思うと私見を述べた。松井が経済的にも余裕があることを指摘した上で、今もう毎日毎日暑いでしょ、外出ていろんな人見てくださいよ、汗まみれで働いてますよ、いろんなこと抱えて家でいろいろありますよ、旦那がどうたら嫁がどうたら子供がどうたら、でもそんなこと言うてられへんくらいみんな一生懸命働いてるんですよ、こういうことができるって相当時間に余裕があると、松井の言動は暇のなせる号だと持論を展開し、そのエネルギーをもっと違うことにぶつけてほしいなぁとコメントした。ずれてるわぁ、どっからどう見ても病気だろ、暇とかそういう問題じゃない、病気にしては戦略的、まあ最古かもしれないけど、まあ病気だけど各社病気ってことには微塵も触れてないからな。見てたけど松井さん仕事がないんでしょ、旦那んとこのホリプロに逆らったから制裁受け中、ここ数年まっちゃんの善人アピールが止まらない、タレントとしてはありだけど芸人としては終わった、暇です、金腐るほどあるねん、暇とかそういう問題じゃないだろ、お前らと一緒だな、まあそうなんだがな、汗まみれでゴロ寝してる俺はこれは的を射てると思うぞ、暇だじゃなく浜だ、そうそう仕事してたらそんな余裕ないし、頭の悪さがにじみ出てる、認知症の初期症状と酷似してる、案外認知症なんじゃないの、ああ、これ松井に粘着されるわ、松井はこれが仕事なんじゃないか、自分のプライベートをいろんな宣伝に使ってきたやつだぞ、松本にしてはなんかこうつまらんというかずれた返しだな、まあそれは思う、チクリと言いたいが相手は深く切り込むとやばい人なので無難にまとめた感じ、汗まみれで働いたから今暇なんだろ、タウンワーク見てバイトしろってこった、お前らクソつまんねえジジイが引退しないから若手芸人も暇してんだろ、深夜のお笑い番組と比べてもダウンタウンの番組がつまらない、昔は面白かったんだけどな、喋り方とか浮きっぷりが和田アキ子と似てきている、暇とか関係ない、もともとそういう人、テレビが実力社会だと思ってるとか夢見てんな、若手の頃に一緒にやってたスタッフがそのまま一緒に出世してるから、おっさんと若い女しかテレビ出れないんやで、相当まとえた意見だけど暇なやつばっかで全然共感されてないな、忙しいとほんと何もできない、帰って寝て起きて働くだけ、まっちゃんが引退したとて下の人間が面白くなるわけでもなく、だからこうやってどんどん芸人としては終わってる発言してんだろ、ただのおせっかい爺になり下がってくれてるんだろ、これをチャンスと取らずにさすが松本さんですわとか言って太鼓持ちする芸人には未来がない、暇なんじゃないかに過剰反応し